皆さんこんにちは。元トップクラスのアイドルで、1985年にスケバンデカの2代目主人公を演じたことでも有名な南野陽子さん。43歳の時に一般男性と結婚していますが、その南野陽子さんの夫金田敦容疑者が11月21日に逮捕されたという衝撃的な報道があり、それを受けてか夫の逮捕から6日後に南野陽子さんは離婚を発表しました。今回は南野陽子さんの本当の離婚理由について、金田容疑者が逮捕された経緯と合わせてご紹介していきます。まずは事件の経緯から見ていきましょう。2022年10月、静岡市清水区の社会福祉法人の口座から現金約1500万円を私的な関係のある口座に移したなどとして、警察は2023年11月21日この社会福祉法人の前理事長で元警察官の男と団体役員の52歳の男を業務上横領の疑いで逮捕しました。団体役員の男は俳優歌手の南野陽子さんの夫であった金田敦容疑者で、警察は21日朝2人が住む都内のマンションに家宅捜索を行いました。この社会福祉法人は静岡市清水区で特別養護老人ホームを運営しており、介護報酬などの公金を投じて運営される特別養護老人ホームの資金を私的に運用していたといいます。逮捕されたのは11月21日でしたが、今年の8月1日には山形明徳学園理事長が、私は南野陽子の夫に騙されたとのっとりと不正融資を告白していました。私がこれまで30年以上も続けてきた学校を南野陽子さんの夫に事実上潰されました。そう憤るのは山形県で学校法人明徳学園の理事長を務めてきた長岡義彦氏です。週刊誌フラッシュは2018年に南野陽子さんの夫金田敦容疑者が事務局長を務めた医療法人から9000万円を横領したとして、警視庁に告訴状が提出されたことを皮切りに、別のクリニックで部下に対して市内で殴るなどの暴力を働いていたことをたびたび報じてきました。社会部記者が語るには、金田氏はその後傷害容疑で書類送検されました。しかしそれに懲りず、2021年には金田氏が代表を務める医療法人で医師への給料の未払いなどの金銭トラブルが発生していると週刊文春に報じられました。南野さんの事務所関係者は夫と別れることを熱心に勧めたのですが、南野さんは聞く耳を持たず、2022年末に大手芸能事務所と決別し独立しましたとのことでした。ではこの明徳学園理事長と金田容疑者のトラブルとは一体何だったのでしょうか。長岡氏は問題の経緯をこう語りました。発端は2020年7月29日に金田氏を明徳学園の理事として迎え入れたことです。同学園は3年前まで福祉専門学校を運営し、昨年3月までは予備校も運営していました。当時コロナ禍の影響で生徒数が減少し、1700万円の借金を抱えるなど経営が苦しい状況でした。そこで私が知り合ったのが医療法人を経営する金田氏です。大女優である南野さんの夫でもあり、資金に余裕のあるやり手経営者という雰囲気だったので、つい信用してしまい、経営再建のために理事として迎え入れたのです。金田容疑者は合わせて自らの部下である B 氏も理事として引き入れると、さらに理事長職を退いた長岡氏の代わりとして同じく部下である A 氏を新理事長に就任させました。そして2021年の夏にはクーデターを起こします。私に黙って理事会を開き、私ともう一人のフル株の理事を解任したのです。そして新たに自分の息のかかった理事を2人入れました。これで5名の理事全員が金田派になりました。この時金田氏は私が高齢を理由に辞任を申し出たと説明したそうですが、真っ赤な嘘です。さらに3日後、金田容疑者は理事会でとんでもない決議を承認させました。金田氏が経営する医療法人が X 社に負っていた借金3218万3483円を学園が引き受けることを認めさせたのです。さらに学園が所有し校舎として使用している不動産に抵当権を設定しました。もちろん
金田氏が抱えている負債をうちの学園が背負うべき理由など全くありません。その後も X 社から28,6517円、700万円を次々と借り入れ、最終的に学園は4,200万円もの借金を金田氏によって負わされたのです。この事実を知った長岡氏が問い詰めると、金田容疑者は不可解な言い訳を繰り返したといいます。医療法人の借金を学園に肩代わりさせたのは今後医療関係の事業を行うためで、抵当権については X 社は俺が全株式を持っているから実際に差し押さえなどを実行することはないと言っていました。しかし結果的に不動産は競売にかけられ、医療関係の事業が行われることもありませんでした。借金の一部は金田氏が経営する医療法人の給与の支払いに使われていたことも分かっています。これは背任以外の何者でもありません。金田容疑者の本性に気づいた長岡氏はここで反撃を決意。もともとは金田容疑者の協力者だった A 氏や B 氏に事情をすべて話し、このままではあなたたちも背任の共犯者になると長岡氏に協力するよう説き伏せました。彼らが味方になってくれたので7月19日に金田氏を理事から解任し、私が理事長に戻ることができました。弁護士に相談し、背任容疑での告訴状をすでに警察に対して提出してあります。金田容疑者はこうした悪事を働く際には南野陽子の夫という白付けを利用していたそうです。彼は南野さんを使って周囲から信頼を得て企業の乗っ取りや横領を繰り返しています。こう語るのは今回の事件について金田容疑者たちを静岡市に告発した会社経営者で、かつて金田容疑者のビジネスパートナーだった竹森香織氏。私は2022年10月に知人を通じて金田容疑者と知り合い、共同オーナーという形で六本木で病院を運営することになったんですよ。経理関係を金田容疑者に全て任せていましたが、家賃や人件費などについて金田容疑者が払うべき分を全然払ってくれない。結局今年の1月に縁を切りました。金田容疑者と仕事をする中で知ったのが今回逮捕された医療法人からの横領事件でした。一緒に逮捕されたタコ丸容疑者は金田容疑者にとって PL 学園剣道部の後輩にあたります。元警察官ですが現在は金田容疑者の運転手で、厳しい上下関係がありました。そして2022年11月、竹森氏は迫丸容疑者からその先輩の横領について相談を受けたといいます。迫丸容疑者から相談を受けたことで竹森氏はすぐに金田容疑者を問い詰めると、金田容疑者が口にしたのは妻の名前だったそうです。大ごとになる前に横領した7000万円を医療法人に返した方がいいと言った竹森氏に、大丈夫、妻から借りて返すからと言ったと言います。しかも妻は来年1月からカンボジア親善大使になる。これは外務省から依頼された仕事だから、もし夫の金銭トラブルが発覚したらまずい、だから絶対貸してくれるんだ、正月休みに2人きりになるから、そこで脅してでも金を取ると言ったと言います。結局返金が行われなかったことで結果的に今回の逮捕につながってしまいました。金田容疑者は自分の仕事相手を南野さんが出演する舞台の楽屋などに必ず連れて行くんですよ。信用を得るためでしょうが、南野さんもそれを分かっている様子でした。ただこれまで報じられてきた暴行疑惑や横領疑惑については夫の無実を信じている様子でした。心の底から惚れ込んでいたのでしょう。一方金田容疑者が毎晩のように銀座のクラブで飲み歩くことだけは怒っていましたよ。2015年に報じられたクラブのママとの間に隠し子を設けていた騒動で修羅場になり、もし次に銀座で遊んだら離婚すると約束させられていましたから。しかし今年の8月上旬には部下の迫丸容疑者と連れ立って銀座の超高級クラブに入店する金田容疑者の姿が目撃されていたそうです。南野さんにとっては逮捕より衝撃的でしょう。実は私は他県にある社会福祉法人でも似たような手法で3000万円を横領したと金田容疑者本人から聞いています。今でも
この福祉法人の代表はタコ丸容疑者が務めているのです。今後はこちらにも警察の捜査が及ぶ可能性が高いですよ。南野陽子さんは11月27日にお互いに今向き合うべきことから目を背けることなく今後の人生を歩んでいきたいと思います、というコメントとともに金田容疑者との離婚を発表しました。金田容疑者はこれまでに様々な金銭トラブルなどを起こしていたといいますが、ここに来て南野陽子さんが離婚に踏み切った理由は何だったのでしょうか。ある週刊記者はこれまで南野は耐えていましたが、今回は逮捕なのでさすがに目が覚めた。以前南野が所属していた事務所に金銭被害の責任を取ってほしいとの趣旨の電話があったそうですが、それでも南野は夫をかばった。今後の仕事の影響を考えると早めに手を切った方がいいと判断したのでしょう、と語っていました。金田容疑者は結婚直後から事務所が家賃を滞納したり、南野陽子さんの父親の介護費用の使い込みなど金銭にルーズなのは南野陽子さんも分かっていたそうですが、口がうまく大物に取り入るのもうまい、その場しのぎがうまいというのが金田容疑者の評判だったといいます。南野陽子さんも洗脳されていたようですね。その夫からの洗脳が解けたことが離婚の一番の理由になったのだと思われます。いかがでしたか。今回は南野陽子さんの本当の離婚理由について、南野陽子さんの元夫である金田容疑者が逮捕された経緯と合わせてご紹介してきました。長い間洗脳状態にあったようですが、南野陽子さんの早めの決断が吉と出てほしいところですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。